チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国産戦闘機 KF-21、3回目の試験飛行、ドローンに F-15 の強化、お笑い韓国軍に期待、についてです。航空自衛隊、小松基地の飛行始めは、5日行われました。F-15 戦闘機が、新春の空に飛び立ち、日本海沖で訓練をしたそうです。今年こそ、航空ショーを見に行きたいなーって、思っているマリナです。やるな韓国。すごいぞ韓国。ついに火力発電所を廃棄処分か。火力発電所を燃やしてしまった暴挙。すごいぞ韓国。さすが韓国。違うの？ああ、やっぱり違うんだ。単なる火事でした。火力発電所の火事って、実に韓国らしいボケですね。さて、今日はボルトナットもろくに、止められない韓国空軍の話題です。これもおそらくボケです。2023年1月8日、コリア、ウェーブ。韓国の国産戦闘機、KF-21、トラメ。試作3号機も初飛行成功、から。韓国の国産戦闘機、KF-21、トラメ、の試作3号機がこのほど、初飛行に成功した。これにより、国産戦闘機は今後、3機の試作機によって飛行試験を進めることができるようになった。防衛事業庁によると、試作3号機は、5日午後1時1分頃離陸し、約37分間、飛行した。1号機は、昨年7月19日に初飛行に成功し、2号機は、同11月10日に、初飛行試験を終えている。KF-21 の飛行試験は、初期飛行健全性、領域拡張、性能検証、武装適合性、部運用適合性、などの、段階別に性能を確認、検証する方式だ。3号機は、1号機だけで可能だった、速度領域拡張、2号機だけで可能だった、構造荷重領域拡張のための計測システムの2つを備えた多用途、多目的試作機だ。構造荷重領域拡張、試験は、戦闘機が起動中、機体が受ける荷重、重力加速度の数倍以上を測定し、変形に抵抗できる剛性を確認する。防衛事業庁は、KF-21 は、高度、速度、構造荷重など、試験を順次実施し、飛行可能領域を拡張している、と説明している。1月6日の中央日報の記事によれば、最高速度と高度は200ノット、時速370キロ、15000フィート、約4600メートルで、飛行中、ランディングギアは降りた状態だったそうです。これは、1号機、2号機の時とほぼ同じ状況で状態。テスト中ですから速度は出さない、という定義でしょうが、ボルトもよく、締められない整備で、よく4600メートルもの高さに上がれるなーって、感心しています。パラシュートあればこそなんでしょうね。でも、怖いなー。パラシュートも信用できない。操縦席の下のステッカー、インドネシアの国旗とかまだつけてるけど、まだ、諦めてないのかなー。インドネシアはまだキャンセルしたままでは、破綻した開発プロジェクト、もうお金が湯水のように湧くわけではないはず。国が傾きかけているのに相当無理があるはず。再三、ラブリー日本でもお伝えしてきていますが、ステルス技術もその多くが米国、日本製、韓国にはありません。ステルスには欠かせない、ウェポンデイ。この技術も韓国にはありません。機体内部に設けられ、使用時のみドアを開閉するミサイル発射口である、ウェポンデイ。内部収容のため効力が発生しない上、レーダー反射面積も抑えられるため、ステルス性という点で、欠かせないものです。KF-21、トラメ、はミサイルやら、予備タンクやら、いろいろ機体外部にくっつける予定ですからね。仕方がありません。米国には、技術供与断れてますからね。もちろん日本も、技術を提供する言われはありません。それより F-35 の運用を、ちゃんとした方がいいと思いますよ。F-35 も高価な代物、半端に見栄を張らずに米国に助けてもらえばいい。いくらお金を払っても、失敗しても、
それが勉強代にならないのだから。金だけ払って、何でも言うこと聞けばって感じ。日本で、整備したければ、それ相応の態度、行動をしないとね。韓国の飛行機事情もう2点。1月2日のコリア、ウェーブ。韓国空軍、主力戦闘機に最先端レーダー、2034年までに、から。韓国空軍は、2030年代半ばまでに、主力戦闘機 F-15K に、先端能動移送配列、AESA、レーダーを装着するなど、電子戦能力を強化する。防衛事業庁が先月28日、F-15K 性能改良事業、推進基本戦略案などが、審議、議決されたと明らかにした。同事業は、F-15K 戦闘機の任務能力と生存性を高めるものだ。具体的には、F-15K で現在使われている機械式レーダーを、より優れた AESA レーダーに変更するなど、電子戦装備を改良する。新たに搭載される AESA レーダーは約1000個のモジュールを装着しており、複数の目標物の同時探知、追跡が可能だ。中略、防衛事業庁は、これにより、F-15K が迅速、正確な標的識別、打撃能力を備えることになる。国家防衛の重要戦力になると期待する、と見る。同事業は2024から34年施行予定で、計3兆4600億ウォン、約3589億円、が投入される。いろいろつけると整備がもっと複雑になって、ボルトやナットの締め忘れの確率も上がります。1月5日の中央日報。韓国軍、ステルス無人機開発中。国内ですでに技術開発、年内に生産可能、から。ユンソンニョル大統領は4日、監視、偵察、電子戦などを遂行する、合同ドローン部隊を創設し、探知が難しい小型ドローンを、年内に大量生産できる体系を構築するとともに、ステルス無人機を年内に生産できるよう開発に、拍車を加えることを指示した。そうですね。ドローンの方が現実的でしょうね。なんせ、北朝鮮はそれで領空侵犯してきて、韓国空軍は取り逃がしてるわけですからね。それで、米国から4機も購入した、グローバルホーク、はどうしましたか？開発のために解体しちゃったのかな？ドローンの開発もどうなることやら。韓国の空軍はちゃんと飛ばせるんでしょうか？ミサイルネタも含めて、お笑いネタ、今年も期待しています。寒いので、バイクのバッテリーを外して、バイク乗りは春まで凍結したマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。